昔々地球には人間とモンスターという2つの種族がいました。ところがある時2つの種族の間に戦争が起きました。ほう。そして長い戦いの末、人間が勝利しました。人間勝ったよね。人間は魔法の力でモンスターたちを地下に閉じ込めました。まあまあ。それからさらに長い時が流れ、ほう。いきなりね、ゲームボタン押したら始まりましたね。イビット山、2010何年やん。それは、登ったものは二度と戻らないと言われる伝説の山でした。さっき2100何年か。ほう。いきなりゲームボタン押した瞬間に、勝手にストーリー始まるのは珍しいね。おうおうおお。教えてよ。なのかな。ということで、いいねいいね絶好調、今日も最高おしゃべりは翔平です。今日見てくれて愛してるよ。ということで、アンダーテイルっていうね、なんか流行ってたゲーム、流行ってるゲーム、ちょっと僕わからないんですけど、友達に教えてもらって、ちょっと前から流行ったんかな。今やっていきたいと思います。なんか僕はなんかこのゲームはなんか YouTube で確かに1、2分は見たことあるかなっていう感じですね。なんか面白そうやったんでやってみようと思って。何これ。HP が0になるとゲームオーバー。フィールドメニュー。何これ。とりあえずゲーム始めましょうか。落ちた人間に名前をつけてください。さっきの女の子の名前かな。まあ僕はおしゃべりバーなんで、おしゃべりバーでやりていきましょうか。へぇー。なんかめちゃめちゃ売れてるな。ちょっと待ってよ。なんか、これはなんか誰も倒さなくてもいい、どんでん返しの考え方のゲームだみたいなのも聞いたことはあります。友達から。果たして、まぁちょっと、どういうことなのかわからないですけど、なんか RPG 史上でも、なんか、覆すようなゲームだとか、ゲームじゃないだとか、そういう話聞いてて、一回やってみようかなっていう感じですね。あ、ちょっと待って、おしゃべりば、おしゃべりだになってば。おしゃべりだ。おしゃべり、あれじゃ、おしゃべりになった。おしゃべり、バー。あ、長線がないんか。おしゃべりバーにしようか、じゃあ。おしゃべりバーで確定で。おー、おー、浮いてくる。どこまで浮いてくる、どこまで浮いてくる。おっしゃ。おしゃべりバー。僕の名前は、おしゃべりバー。はいはい。ん？お花畑に、落ちちゃったってことかな。あ、動けんのか。動けるわ。落ちてないやん。これ、してるように見えへん。俺だけ？あと、これはなんか喋ってるのはなんか聞こえへんのかな。もしかしたらなんか喋ってくれるみたいな。声優はつかないけど、お花畑、おお。ハロー、僕はフライ。お花のフラウィーさ。いいね。テンション高そうやな。君は、この地底の世界に落ちてきたばかりじゃないの、ピー。なるほどね。そっか、じゃあ、さぞかし、戸惑ってるだろうね。この世界のルールも知らないでしょ。まあまあその通りやな。俺は初めてやるからな。それなら僕が教えてあげよう。準備はいい。いくよ。おお、ハート。そのハートはね、君の魂さ。君という存在そのものと言ってもいい。体力ってことね。あ、動くんか。はじめはすごく弱いけど、レベルがたくさん上がるとどんどん強くなれるんだよ。へぇー。あ、これ HP が入ってあるね。LV っていうのはラブ。つまり愛のことさ。あ、そうなんや。ラブ意志ってこと？君もラブが欲しいでしょ。待ってね。いや、僕がラブを分けてあげるから、ありがとう、愛しろ。ほう。この世界ではね、ラブはこんな風に、白くてちっちゃな仲良しカプセルを入れてプレゼントするんだ。へぇー。それじゃあ行くよ。さあ、カプセルを追いかけて、いっぱい拾って、拾う。え？え？バカだね。この世界では殺すか殺されるかだ。こんな絶好のチャンスを逃すわけないだろ。そうなんや。え？死ねえ。え？死んだ？ゲームオーバー？え？嘘ってことか。なんてね、みたいな。あ、倒した。え？どっち？情けないわね。罪もない子供をいじめるなんて。これモンスターか、一応。怖がらなくても大丈夫よ。私はトリエル。
この遺跡の管理人です。毎日ここを見回って落ちてきた子がいないか確認してるの。あ、すごいね。人間がこの疎開にいたのは本当に久しぶり。さあ行きましょう。遺跡を案内してあげるわ。優しい。こっちよ。この子さっきの人敵やったんや。めちゃめちゃ俺騙されたね。見た、俺の騙され方見たら華麗なる。俺結構信じてよあれ。そびえ立つ遺跡を前にして決意がみなぎった。 HP が満タンになった。へえ、あ、セーブできるんだ。セーブ。これラボが本当なのかな。 LV はラボが本当、どっちかわからんな。とりあえずやっていきますか。さあ、あなたは今日からここで暮らすのよ。遺跡の仕掛けについて教えていくわね。あ、パスワードみたいになってんねや。ここにはたくさんのパズルがあるの。侵入者を撃退する昔からの技術よ。部屋を移動するときはパズルを解かないといけないわ。だからよく見て慣れておいてね。へえ。これのこれ。この先へ進むには正しいスイッチを押さないといけないの。でも大丈夫、ちゃんと印をつけておいたから。へえ。看板の前で A を押すと読める。これなんて書いてあるの。ひとたび道を定めたら道を変えることなかれ。どういうことわからんな。最初のスイッチはそこの壁にあるわ。スイッチ押せばいい。ほう、2個押すってこと。ああ、左もスイッチ押してみてちょうだい。よくできました、偉いわね。さあ次の部屋へ進みましょう。あれ、一個だけでいいの。あなたは人間だから モンスターに襲われることもあるでしょう。そんな時にどうすればいいか知っておかないといけませんよ。大丈夫、とっても簡単ですからね。モンスターに遭遇するとバトルが始まるわ。バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりするのよな。モンスターとおしゃべりするんや。そうやって時間を稼いで私の助けを待ってね。試しにそのマネキンに話しかけてごらんなさい。あ、バトル。マネキンが現れた。戦う。マネキンが現れた。行動。要は、戦って倒すこともできるし、何、行動、分析、話す、あ、話すこともできるし、アイテムを使うこともできるし、見逃すって何や。見逃す相手が逃げようかどうか迷ってる時ってこと。分析しみたいな。分析。アタックゼロ、ディフェンスゼロ、マネキン。私のハートにボタンの瞳、輝いちまった喜びに。皆さん。どういうこと。マネキンは今にも倒れそうだやって。まあ、コード話すかじゃ。マネキンに話しかけた。会話は弾まなかった。トリエルは嬉しそうだ。You win。0EXP と0ゴールドを獲得。へぇ。そう、それでいいの。上手にできたわね。はぁ、あ。この先にもう一つパズルがあるわ。あなたに解けるかしら。パズルゲームなのかこれは。とりあえず続いていこうか。ん、え、ああ、急に野生のモンスターってこと。でまあこのあれどこ行った。あれ、おお、フロギーが襲ってきたやって。ああ、どういうこと。あ、フロギーが襲う。ああ、行動ね。褒めるやって。分析、フロギーアタック4、ディフェンス5、カエルもつらいよ。え、リュウウィン、0EXP と0ゴールドを獲得。そうなんや。あ、これは、ん、え、急にアドバイスくれんくなって。な、どうやって。西沼は東沼の青写真。西沼は東沼の青写真。どういうこと。なんかこういう感じで、渡っていけば渡れます。せいっていうこと。そういうこと。え、渡られへん。え、これがそのパズルよ。でもここは手をつないで一緒に渡りましょう。ああ、話しかけれるやん。え、そういうことね。なんかさっきのあの左側の間と同じようにやってるってことで。優しいお姉さん、おばちゃん、お母さんね。あなたにパズルはまだ危険するものね。だってまあ女、またちっちゃい女の子なのか。ここまでは上手にできたわね。でも次はすごく辛いお願いをしなければならないの。はあ、
この部屋の向こうの人端まで一人で歩いていくのよ。どうか悪いく思わないでちょうだいね。あ、ということで急に音変わったぞ。ロケット弾。はあ、え、長くない？端まで一人で歩くのやって、あ、どういうこと？え、ん、よくできました。安心してちょうだい。置いてったりしないわ。この柱の陰に隠れてずっと見ていたのよ。私を信じてくれてありがとう。でもこの練習にはとっても意味があったの。一人でお留守番できるかをテストしたのよ。私はちょっと用事があるからお留守番していてね、ここで待っているのよ。一人で歩き回ると危ないですからね。こうしましょう。あなたに携帯を渡しておくわ。用があるときはそれで電話するのよ。それじゃあお利口さんにしていてね。はあ、携帯を渡してもらった。ほん、何これ、挨拶。はい、トリエルです。え、挨拶したかっただけ。そう、じゃあごきげんよう。これで満足かしら。ふふふ、やって、え、なんか電話なんかトリエルについて。はい、トリエルです。私のことをもっと知りたいの。そうね、はいはい、あえてちしちしとあえてお話しするようなことはないのよ。私はただのおせっかいなおばさんだもの。つーつー、いや、それだけで終わり。ほん、ママと呼ぶ。はい、トリエルです。え、あなた今私をママって呼んだ。まあ、あなたは私をママって呼びたいの。あなたがそうしたいなら全然構わないわ。好きなように呼んでちょうだいね。はあ、挨拶する。はい、トリエルです。え、また挨拶。ご機嫌いかが。これでいいかしら。くどっ、え、まあ、ふふふ、あはは、かわいいわね。ほっぺをギューってしてあげたくなっちゃう。私みたいなおばさんよりいい人が見つかるはずよ。まあ確かに。まあいいか。ピタッと。ああ、ステータスってことだ。まあ、それは進めますか。プルルルルル。もしもしトリエルです。お部屋から出たりしていないわよね。その先にはまだ説明していないパズルがあるの。一人で行くと危ないですからね。お利口さんに待っているのよ。え、どっち？ケロケロ。ケロケロ、人間さん聞いてケロ。モンスターとのバトルのことでいいことを教えてあげるケロ。何か特別な行動を取ったり、戦って相手を瀕死の状態をすると相手が戦う意志をなくすことがあるケロ。モンスターが戦いたくなさそうにしていたら見逃してあげてほしいケロ。ケロケロ、あ、見逃すんや。同じことかな。別な行動を取ったり、戦って相手を瀕死な状態にするとか、時に戦わないといけない時もあるからね。オッケーオッケー。落ち葉をカサカサして遊んでいったら決意がみなぎってきた。 HP が満タンになった。セーブ。落ち葉の山で、落ち葉の山なんだ。え、あ、戦いってこと。はいはい。で、フロギー褒めようか。言葉の意味はできないで、それでも照れている。照れ照れ、避けるってこと。おお、危ない。フロギーはあまり戦いたくないようだ。戦いたくなかったら見逃すって言ったな。買った。へえ、2ゴールドを獲得。そうなんや。え、 HP はゲットできんけど、あららら、落ちた。早速罠にかかってくる。え、こっち来た。プルルルル。もしもし、ドリエルです。特に深い意味はないんですが、どちらかを選ぶならシナモン、それともバタースコッチ。バタースコ、シナモンかバタースコ。シナモンかな。そう、わかったわ。教えてくれてありがとう。ツー、はあ、プルルルル。もしもし、ドリエルです。ま、別にバタースコッチが嫌いってわけじゃないよね。どちらかといえばって意味よね。例えば別の方がおやつに出されたら食べずに残す、食べる。そうそうなの、よくわかったわ。すぐ聞いてごめんなさいね。なんか作ってくれないよね、多分な。配色の意は4つのうち3つが押されることを、4つのうち3つが押されることを望む。何これ。あ、戦いか。フロギがこちらへ飛んできた。
まあとりあえずじゃあ戻すってなんだ。フロギーは言葉の意味をできないようだ。それでも怖がっている。おうおうおうおお、ダメすぎた。フロギーはあまり戦いたくないようだ。逃げる、さようなら。あ、逃げると逃げるだけなんだよ。逃がすとゴールゲットしたりするんや。ありがとう、ちょっと。あ、ちょっと待って、若干分かったかもしれない。これ意外、あ、こっち動かされへんの。あらら、フロギーはこちらへ飛んできた。逃がす、ゲロゲロ。あー、それは無理か。フロギーはなぜ自分がここにいるのかわからないようだ。かわいそうやな、止めてあげよう。フロギーは言葉の意味を理解できていないようだ。それでも照れている、照れ照れ。アメサイス受けてない、受けてない。フロギーはあまり戦いたくないように逃がす。リュウウィン 0EXP と2ゴールドを獲得。だからこれちょっと経験値ゲットしないとさ。あららららら、早っ。まあいいや、経験値ゲットしないと。落ち葉を踏まないで。ああ、だからそういうことだ。この流れでこう、こういって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 こういったらゴールすること。ちびかびに行く手を塞がれた。くどくか。お尻をプルプル振った。ちびかびをプルプル返して有意義なやりとりだ。コポコポ。ちびかびは悲しげにじっと待っている。逃がすか。ああ止まった、今止まった。はいはい、要はだからちびかびに行く手を塞がれた、真似するか。ちびかびのそばにじっと横たわって世の中のことが少し分かったような気がした。ポポポポ、こっちかな。よしよし、ちびかび静かにゴボゴボ音を立てて逃がし、どっちだ、どっちかからん、どっちや。あー、え、あ、そういうことか。もう一個奥行ってこういうことか。あー、もう一個奥行けばいいかって。そっかそっか、泣き虫がうじうじと近寄ってきた。慰める。話しかけとったら泣き虫が突然泣き出して逃げていった。あれ、なんかモンスター可愛い子ばっかりなの。一応人間に負けてるしな、確かに。だからこういうことやん。おう、チキン、こういうことやん。うわ、ちょっと待って。あー、そこ一番端まで行った方がよかったか。一番端まで行って泣き虫慰めてあげよう。話しかけてたら泣き虫は突然泣き出し逃げていった。まあ今のところ確かに1回も戦ってないけど、戦わずにいけんのかな。本当にレベルが弱すぎて HP ないから負けちゃいそうな気もするけど、まあまあ行きましょう。4つ中3つ動かすみたいな話ですよね。ちびかび口説くか。お尻をプルプル振ったちびかびもプルプル返して遊戯のやりとりだ。コポコポ。よし、ちびかびは悲しげに待っている。ゴールドはめちゃくちゃゲットしようかな。4つ中3つ動かすみたいなの出てたけどな。ちょっと待った、オイルを押してどかそうって。そうは
問屋がしねえぜ。あん、お願いですから動いてくださいだ。たくしょうがねえな。今回だけ特別だぜ。へえ。あ、もっと動けだ。ほらよ、これでどうだい。上じゃなくて横に動けだい。分かったよ、こういうことだろう。どういたしまして。今も、おい。あ、じっとしてどうだ。たく何度も行ったり来たりさせやがって。お、二人いるやん。二人のパターンもあるんか。プロギーは褒めようか。プロギーは子供の意味を理解できないで、それでも照れている。照れ照れ。しょうがない。おーおーおー、何これ。プロギーはあまり戦いたくないようだ。回復？いつかネズミは砂。巣穴から出てチーズをかじるかもしれない。そう思った決意がみなぎっていた。どういうこと？ネズミの穴。このチーズをかなり前から置きっぱなしのようで、このテーブルにくっついて取れない。へえ。グー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 。まだいるの？グー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 。このボケはグーグーと言い続けて寝たふりをしている。このお水をどかす。いいえ。グー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 。まだいるの？グーグー。この化けはグーグーと言い過ぎ、ネタ振り過ぎてる。無理やりどかす。いいえ。グー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 。まだいるの？グー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 。この化けはグーグーと言い過ぎて、ネタ振りをしている。無理やりどかす。いいえ。グー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 。ちょっとやばい。無理やりどかさなかんのか。無理やりどかそうか。あ、戦うんや。そういうこと。ナップスタブルークがやってきた。はあ。ナプスタグール、ちょっと水飲んでいいですか。これはなんか中ボスというか小ボスみたいな感じ。分析くどく励ます、脅す、分析する。ナプスタグール、アタック10、ディフェンス10、ユーモアのセンスはないようだ。受けるでしょう。何が、おーおーおー、よしよし。ナプスタグールはここにいたくないようだ。逃がす。ごめん、やる気が、なんか全然やる気出ないや。ナプスタブールはここにいたくないようだ。で、ということは逃がすは無理やから、励ます。ナプスタブールに我慢強く微笑みかけた。はは。どういうこと？おー、いたいたいた、動くんやこれ。涙が動くんや。ナプスタブールは少しで元気になったようだ。見逃してやるわ。ああ、うう、そう、マジか。ああ、ちょっと待って、やばいやばい。すぐら少しで元気になったようだ。クロック。君まで憂鬱になっちゃうよ。うわ、やばい、ダメージ切ってきた。ナポールグープが少しだけ元気になったようだ。どうすか？ナプスタグール怖い顔で睨みつけた。別にいいよ、どうぞ。チェイ！ナプスタグールは少しだけ元気になったようだ。ねえ、そら。励ますか、泣いてるし。ちょっとした冗談を言った。あはは。もう少し元気つけることができた。逃がそうか。あー、うー、いや、おい、ちょ、マジ頼むって。ちょっと、あの皆さん、これが無理であればもう終わります。励ます。マスタフールは何か見せたいようだ。ちょっと見てて。ヒヤリハットって言うんだ。どう？面白い。攻撃やん、絶対。ナクスタボールはワクワクしながら反応を待っている。逃がす。まあ元気にやってるよ。え、絶対ダメージ受けるやん。危ない。ナクスタボールはもう少しで元気つけることができた。どっち？
下げます。 A、 いつもね誰にも会いたくないからこの遺跡にいるんだけど、でも今日はね一緒に出会っちゃった、ごめん、自分語りするのが癖で、つい。そうか、このモンスターもなんか倒さないといけない、そういうのじゃないのかもしれないね。邪魔だよね、今どこね、優しい、話通じるやん。スパイダースイーツ購買会、売り上げは全額本物のクモに寄付されます。クモの巣に 7G 乗せる、はあ、乗せとこ。クモたちが降りてきてドーナツをくれて、でスパイダードーナツだ、ね、スパイダードーナツ 12HP 回復。生地にスパイダードーナツを混ぜ込んで作ったドーナツ、はあ、ああお金はないな、足りない。そうか、道具を変える場所みたいな感じのことね。あ、こっち行けるの、見落としていませんか。スパイダースイーツ特売会は戻って右側です。雲で作った雲のためのスイーツ、雲のためのスイーツ、ね、ケロ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 、はい。友達が僕の話を聞いてくれなかったけど、僕が話を始めると B を押してスキップしちゃうけど、そうけど B を押してスキップしちゃうんだよな。でもあなたはちゃんと聞いてくれるけどね、うん、ケロケロ。フレームは景色に彩りを変えて添えてくれるけど、ゲームをロードする前に設定メニューでフレームを選べるけど、だけども変えるフレームはないけど、意味ないけど、ケロ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 。あなたは人間にしては平和主義だと聞いたけども、気づいてると思うけども、逃がせるようになったモンスターは名前が黄色に変わるけど、あ、そうなんや。それについてどう思うけど、とても便利、気に入らない、とても便利やな、僕もそう思うけど、いいけど、逃がすというのは戦いたくないという意味、相手の名前が黄色じゃなくても逃がさないといけない時が来るかもけど、はい、これね HP2 しかないんですよ、で見てほしいんですよ。だから相手の名前が黄色になったら逃がせるんやんな。からかわないよ。やっと分かってもらえた。危な。ルークスはギリギリと激しい動きしている。逃がす。あれ今、名前切るなった。確認しなかった。もしもし。最近お掃除をしてなかったから散らかっていてごめんなさいね。急にお客様が来るなんて思ってなくて、いろいろなものが落ちてると思うけれども、気に入ったものがあったら拾ってもらってもいいのに、ただし本当に欲しいものを見つけた時のためにポケットに空きスペースを残しておきなさいね。へえ。アドバイスも提示してくれね。スイッチは一つだけ。ちょっと待って、これさ、死んだらどうなるのかわからんから、一回ちょっと、まあ一回そのまま進めるか。本物は一つだけ、スイッチは一つだけ、はあ、どういうこと、ああ戦いか。ミニゴスが這い寄ってきた。ああね、ちびかみは逃がせるんや、ちびかみ逃げたんや。ん、何これ、ミニゴスは悩み一つ なさそうだ。あれ、ミニゴス逃がすか。だって今悩み一つなさそうで黄色になったもんね。ああ、あれあれあれ。ああ、スイッチ、そういうことか。ほんまやな。スイッチ一つだけっぽいな。ルークスが、にじり寄ってきた。まあ、逃がそうか。からかわないで。はあ。死んだ。ああ、当たったんや。ゲームオーバーだ。え？諦めてはいけない。おしゃべり場。決意を力に変えるんだ。これは諦めんよ。あ、こ、どういうことや、どういう状態、あれ、俺、そういうこと、こっからスタートなの、あ、そういうこと、あ、前のセーブしたところからスタートなんねや。あー、分かった分かった、はい、分かってきました。早めにこうなったってことはね、
励ましていこうか。ああよし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 、少しだけ元気出た。励ましていこう、うん、ちょっとした冗談を言った。あはは、なんか全然やる気出ないや。もう少し元気づけることができた。よしよし、ナプスタブルーが何か見せてるの、ちょっと見てて。おうおう、ヒヤルハットって言うんだ。どう、面白い？面白いよ。君が面白いと思うならそれは面白い。え？よしよしよし、これさっきと同じってことですね。オッケー。ちょっとあの先の雲のところで雲買い、あの、あれ買いますか、特売所ね。あ、18G は足りんかったね。ドーナツもらう、スパイダードーナツもらって、よしよしよし、調子いいんじゃん。これでやり方わかりましたか。よしよし、これさっきと同じってことですね。だからその負けそうになるなと思ったら、一回そのセーブとかしたりとか、まあ、道具使って回復をしていくのがいいのかもしれないですね。で、あと先ね、こ下のところにね、ほらほら、なんか道具してたんですよ。色をセッターリボン、いやもう見ていいですか。あ、防御力アップできるのかな。リボンを装備した包帯、あ、包帯 10HP 回復、何度か使用された形跡がある。ん、ちょっと待ってな。これつけたのはどこについてんねや。まあいいか。ちょっと待って待って、でここに落ちると奥佐さんがゲットできる。あ、モンスターか。これ土の中からベジトイド、ディナー、話す。野菜は喋れないんだけど、はあ、ディナーするってこと。ベジトイドはミステリアスな意味を浮かべた。ディナー、お腹をさすったベジトイドが体にいい食事を出してくれるらしい。あ、食事作れるの？夜の野菜を食べて。あ、まあまあ。ベジトイドはミステリアスな行動を浮かべた。だからディナーで緑の野菜を食べるんや。ああ、ちゃうちゃうちゃう、ええー、どっち、どこっていうことか。どっち、うわ、わかんやん、当たらんやん。ちょっと待って、また負けちゃうって。やばいやばい。緑どうやって当たんの。どっちどっち、よし、よし、ゲット。よし、え、ベジトイドミステリースのエビを浮かべた。どっち、何、食らう。ベジトイドを一口かじった、 HP 5回復した。あれ、クリア。食べた方が良かったってこと。そういうオチ。ミニゴスが入り寄ってきた。まあ見逃そうか。一人の時間が一番。ミニゴスは悩み一つなさそうだ。見逃すよ。じゃあしょ、ここでスイッチをしたら、あ、なんか下に、下がなんかあの道具みたいに落ちてされたけど、ベッド、何これ。あ、この子いるやん。穴に落ちちゃって立てなくなっちゃった。構わず言ってよ。あ、そっか、お化けだから止めるんだった。はあ、あ、なんか薬草みたいなのも強いし。あ、モンスターの可能性あるんだ。モンスターや。まあいいか。土の中からベジトイドが現れた。食らうか。
ベジトイートを食べようとした。もう少し終わらせないと食べられない。あ、そうなんや。緑を食べた後によしよし、ディナーで緑の野菜を食べた後によしよし、小さくケタケタ笑ったで、その後食らうだ。うん、これで倒せるんだ。分かった。よし。あ、またモンスターか。ルークスが寄ってきた。ルークスは、ルークスそのまま見逃してあげようか。無理なんだ。からかわないで。ルークス先、うつむの目でこっちをじっと見て。からかわないよ。やっと分かってもらえた気がした。あ、見せた。ルークスはうつの目でこっちを見ている。あ、見逃すな。うん。あ、防御力上げていくっていうのを見ていってことか。スイッチだ。これ見た方がいいな。橋の扉は出口にあらず、入るたびに視点が変わるのみ。橋の扉は出口にあらず、入るために視点が変わるのに。はあ、ああ、戦うことなのか。ルークスが寄ってきた。悩みどこやな。からかわないよ。ルークスをうつの目でじっと見ている。逃がす。スイッチ。何も起こらなかった。何も起こらなかった。ん、何も起こらなかった。ん、どういうこと。逃がすか。さあリズムに合わせて体操しちゃうよ。逃がす。ん、視点が変わるのみ。どういうこと。この注意を決めての青いスイッチを押すべし。青いスイッチ。2匹のルークスはこちらをからかうことにしたようだ。やっと分かってもらえた。おお、2匹だ。よしよし、その目つき気に入らないな。逃げるって言ってもあるのか。からかわない。やっと分かってもらえた。あー、2匹いると泡が多いんやな。よし、10ゴールド。青のボタンって言ったな。押してみる。何も起こらなかった。またか。逃がす。リズムに合わせてジュンチュンチャンジュン。2ゴールド。ゴールドは後々でかそうやな。あれ、青いスイッチを押すべし。渡れない。あらら、押してみる。何も起こらなかった。青いスイッチを押すべし。からかわない。逃がす。青いスイッチ押したけどな。ちょっと待ってな。その中ベジトイドが現れてた。ベジトイドはディナーか。おうおう、ベジトイド、あなたの健康を応援します。フラワー。よしよしよし。ミーゴさん悩み一つなさそうだ。逃がす。
え？どういうこと？何？青いボタンを押して一番上の柱の上に青いスイッチがあったぞ。ここ？ほんまや。どこかでカチッと音がした。え？こんなんわかる？これすごっ。引っ掛けか。ありのままって最高。めちゃめちゃ可愛いや。楽しそうな人生やな。わざわざ倒す必要もないし。この中撃見えたら赤いスイッチを押すべし。さっきみたいに裏にあるんじゃないの？ないわ。落ちた。そのままいけんのかな。赤いスイッチ押すんじゃ。あれ開いた。そのまんまやん。ありのまま、ありのままの自分でいろよ。よし。で、これはなんて書いてある？この地球儀みたいな緑のスイッチを押すべし。緑のスイッチどこにあるの？緑どこにある？うわ、2匹か。ちょっとあれやな。まあ、ディナーして。どこだ？こっち。よしよし。よっしゃ。ダメージまま受けたけど。ベジトイド食らう。ダメージばっくり。よし、ディナ、よっしゃ、俺を回復させるために生まれてきてくれてありがとう。よっしゃ、あんめ、よっしゃ、ブラウン、オッケー、HP回復で、緑のスイッチ押しようか。どこかでカチッと音がした。裏にあったやな。ケロケロリンゴ、ケロ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 、ここだけの話だけど、さっきのトリロから出てくるのを見たけど、食料品の袋を抱えてたけど、でも何に使うのか聞いてないけど、トリエルに話しかけられて恐る多いけど、ケロケロ。そうなんや。ナイフ、おもちゃのナイフを見つけた。一応持っとくか。インフォ、おもちゃのナイフ、武器、最近見たもの、遊ん、あ、装備しようか。以上。まあ使うことなさそうやけどな。攻撃することがなくても生きていけんのかな。大変。予定よりずいぶん時間がかかってしまったわ。まあ一人でここまで来たの。怪我はない。かすり傷一つない。偉かったわね。でもずっとほったらかしにして本当にごめんなさいね。あなたを動かせたようなんて考えた私がバカだったわ。これ以上隠しても仕方ないわね。こっちはついてらっしゃい。はあ、なんかあんのかな。お、敵と戦うのかな。セーブできるってこと、遺跡にこんな可愛らしい家があるのを見て決意がみなぎった。いい匂いでしょ。サプライズ。バタースコッチシナモンパイを焼いたの。あなたが来てくれたお祝いに一緒に連れてくれよ。ここで楽しく暮らしてもらいたくて。だから今夜はカタツムリパイは我慢するわ。さあ入って入って。他にも見せたいものがあるの。カタツムリパイからこの子もモンスター飼ってんのかな。ここが私のおへ、あなたのお部屋よ。気に入ってもらえるといいけれど。へえ、ありがとう。あら、焦げ臭いわね。大変。ゆっくりしていってね。はあ、お部屋、おもちゃがたくさん。全く興味をそそられない。大人なんやな。どういうことやろ。おお、寝た。あれ、おお、バタースコッチシナモンパイが一切れ置いてある。空っぽの写真に立ってた。かなりの埃をかぶってる。まあ、前へ人来たのはだいぶ昔やってたもんな。これはHP 全回復。へえ、箱の中の靴がたくさん入ってる。へえ、これはトリの小さな伊勢だ。チュアリエルという名前らしい。
地下に生息する植物の図鑑だ。真ん中あたりのページを開いてみた。ガマ、水辺に群生する皮脂植物、円柱型の茶色い方をつける。この形状からウォーターソーセージという愛称でも、めちゃめちゃ可愛いや。中を覗いてみた。変態トリエルの靴下が入っている。なんか赤いのがある。トリエルの日記だ。丸がついてるところを見ますか。日記を読んだ。スケルトンはどうして友達が欲しかった。寂しさが骨身に染みたから。他にも似たようなダジャレがたくさん書き連られてある。はあ、まあとりあえず進める。改装中。はあ、鏡だ。これはウォーターソーセージだ。自分だ。引き出しの中には種、花の種と折れたクレヨンが入っている。関係ない。関係ない。これはウォーターソーセージだ。何それ。まあ、それこっち行くか。こっちかな。こっち？こっちかな。地下。地下にいそうやな。はあ。おお。上の部屋で遊びましょうね。あ、そうなんや。地下はダメなんや。へえ、そんな地下なんかそんなにヤバいことなってんの。あら、もう起きたの。新しい家族ができてとても嬉しいわ。あなたに読ませてあげたい古い本がたくさんある。とっておきの虫取りスポットにも連れてってあげましょうね。それからお勉強は私が見てあげますからね。意外かもしれないけど、実は学校の先生になるのが夢だったのよ。そんなに意外でもなかったかしら。とにかくあなたとここで暮らせてとても嬉しいわ。何かご用かしら。どうしたの。どうもしない。いつうちに帰れる。あ、私いつうちに帰れる。え、何を言ってるの。今日からここがあなたのお家よ。それより今読んでるこの本のお話をしましょうか。カタツムリ72の使い道聞きたい。遺跡から出たい。聞きたい。ちょ待てよ、なんかちょっと怖いな。遺跡から出たい。出たいな。それじゃあカタツムリの豆知識を教えてあげましょうか。カタツムリはね、聞いてない話。なんでこの子を逃したくないの。成長するとお尻の位置が180度変わることもあるのよ。面白いでしょう。遺跡から出て、私はちょっと用事があるからここで待ってなさい。なんで遺跡から出してくれへんの。この子人間の子じゃないんか。排水口に白い動物の毛が詰まっている。あまりにも大きな場合なので恐ろしくて食べる気にならない。コンロは汚れていない。トリルは魔法で料理をしているのだろうか。はあ、ここで待ってなさい。これで地下に行けるようなのか。もしかしたらね。お家に帰る方法を知りたいのね。この先に遺跡の出口があります。その向こうは知恵の世界。一度出たらもう中に戻れません。これから私はその出口を壊します。もう二度と誰もここからいなくならないように。いい子だからお部屋に戻っていなさい。え、怖っ。ここに落ちた人間はみんな同じ運命をたどる。私はこの上で何度も見てきました。ここへ来て、ここを出て行って、そして死んでしまう。あなたは何も知らないの。この遺跡から出ればあなたは彼らにアズゴアにされてしまうわ。殺されてしまうわ。これはあなたを守るため。分かってちょうだい。お部屋に戻るのよ。え、止めても無駄よ。これが最後の警告です。え、どうしても出ていくというのね。そう、あなたは他の人間たちと同じなのね。なら残る手段は一つしかない。私を納得させてごらんなさい。あなたの強さを証明するのよ。勝負するってこと。トリエルに行く手を塞がれた。トリエル、話す。適当な話題を思いつかない。トリエル大きく息をついた。はあ、逃げる。バトルから逃げた。それでいいのよ。お部屋に戻りなさい。もう戻ってきたの。本当に聞き分けのない子ね。え、どっち。分析。トリエルアタック80、ディフェンス80。これはあなたを守るため。トリエル魔法攻撃準備してる。話す。適当な話題を思いつかない。大きく息をついた。あー、どうしよう。戦うのか。戦う方がいい気がするんだ。
たんかい。ちょいちょいちょい、おい食べたかんで。おお、話す、もう一度話聞けるとしてみた。いやー、話す、皮肉なことで話し合いって言ってよ。逃げようか。一回家に逃げて回復しよう。ちょ、やられそうや。やられたらだってこれゲームオーバーやん。っていうことは分かったよ。一回もあれ倒すんじゃないかな。一回倒して、トリエルだけ一回倒すんじゃない？これ回復すんじゃない？ちょ、間違えてパイ使ってたし。おしべば頼む、見分けてくれ。君は人間とモンスターの未来を担うもの。ん？どういうこと？愛知の教育者な。人間とモンスターの未来を担うものか。どっち？多分戦おうか。一回戦ってみる？ちょっと勝てるんか。まあ戦うよ。一回戦っていい。ミス、何してかった。だって HP 俺8になったからね。今見た。待って、これ何が正解なのか全くわからないけど、正解多分作るゲームな気もするけど。とりあえずもう一回寝る。寝てる。おしゃべり場頼む、目を開けてくれ。君は人間とモンスターの未来を担うもの。いや、それも分かったよ。同じことばっかり言ってるよ。違うこと教えて。ちょっと待って、さっきさ、だからその真ん中、多分中央かなんかでピッと押すみたいな感じなんかな、多分。それ攻撃できんじゃない。そんな感じの気がします。で、中央まで行きますか。よしよし、ずっと扉の前に。こういうことや。これ待って、これさ、どうしたいのこれ。これ弱すぎるから攻撃がないから、このモンスターを倒して経験値を上げていけということなのか、これどうしたらいいのかわからん。あれ勝てる？まあ全部避けまくってたらずっと確かに勝てると思うけど、俺結構当たってねえな。俺が下手くそなのか。じゃあれだけさ、せめてなんか倒してというか、倒すの、まあ、多分倒すと思うねんな。どうしたらいいの？わからんねんけど。もう OK。ちょっと待ってよ。ダブルサイズの大きいベッドだ。どうしようかな。サボテン。ツンデレ属性のサボ植物だ。どうかな。どうしようかな。
さっき鏡、あ、鏡やな。どうしよっかな。ちょっと待ってよ。え、これと、なんか、行くために体力減ってってるとか、そういう感じなんかな。それちょっと一回戻っていい？効率を回復させといて。なんかゲットできるとかないの？新しい歯がついても枯れていってしまうようだ。どういうことだ？倒してレベル上げろってこと？弱すぎるからお前は、みたいな。どういうこと？ちょっとこれで体力減ってなかったら、ちょっとモンスター倒してやっていきますか。よしよしよし。いいぞいいぞ。いや、体力もっと持ってるやん。よしよし。181? 橋の方行くと181なんや。はあ、あなたは思ったより強いのね。いいこと。この扉を抜けたら、そのままずっと歩いて行きなさい。やがて出口が見えてくるはずよ。くれぐれも、アズゴアに魂を奪われないで、彼の思い通りにさせてはならな、なりません。いい子でいるのよ。お願いね。うわ。え？何？なんちゅう悲しい。いやー、そういうこと？身内を倒すところから始まるってこと？なんかなんとも言えん。寂しさから始まったな。いや、自分のしたことに満足かい。まあ不満だとしても海を変えることなんてできないけどね。この世界では殺すか殺されるかだ。あのおばさんはそれを変えられると思ったみたいだけど、君たち人間をあんなに必死に助けようとしてさ、それで結局、いやこいつ自分が死んじゃうんだから救いようのないバカだよ。こいつ、こいつ、思いっきり根こそぎ取って家に飾ったのか。いやー、なるほどね。いや、これでスタートってこと？もしかしてアンダーテルって出てたから。アンダーが下の、テイルは尻尾？テイル、意味。テイルは尻尾か。次のセーフスポットあたりに行ったら、じゃあやめますか。
なるほどな。なんか起きる。コッパみじんに砕けている。いやーちょっと後味はちょっとなんか聞いたところであるけど、お、ん、なんかいたよな、なんか動いたよな、後ろ見た、ん、ん、なに、どうした、どうした、おい人間、初めて会うのに挨拶もなしか、こっちを向いて握手しろ。何だ、握手してもいいけど。骸骨もいい。ん、あ、引っかかったな。手にブーブークッションを仕掛けといたんだ。お約束のギャグだよ。それはそうだ、あんた人間だろ。ああ、ウケるな。オイラはサンズ、見ての通りスケルトンです。人間が来ないかここで見張ってろって言われてんだ。つっても、オイラ的には人間捕まえるとかどうでもいいけどな。でも弟のパピルスは筋金入りの人間ハンターだぜ。あばさをすればパピルスが来たっぽいな。そうだ、とりあえずこのゲートっぽいのをくれよ。一応取られるだろ、パピルスが作ったんだけどさ、意味ないよね。そのちょうどいい形のランプに隠れていてくれ。優しい。ではパピルス、よう、ではないパズルを調整しておくようにと8日前に言いつけたのに、いまだに何もせず勝手に持ち場を離れてフラフラと、こんなところで何をしているの。そこのランプを見てる、いいランプだろ、お前も見ろよ。そんな暇はない。人間がここを通ったらどうする。人間の襲来に備えるんだ。そして必ずこのパピルス様が人間を捕まえてやろうぜ。そうすればこの偉大なるパピルスの望みは全ていかな。人気者になって尊敬されて、ついに憧れのロイヤルガードになって、そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして、毎日ラブラブ光線を浴びまくるのだ。めちゃめちゃおもろい。そんならこのランプに相談してみるのがいいかもな。ちょっと適当なこと言わないで、この腐れスケルトン。毎日何もせず骨くそほじってばっかのくせに、そんなだと偉い人になれないんだぞ。いやいや、こう見えてもトントン拍子に出世してるんだぜ。スケルトンなだけに。寒。またまた顔が笑ってるぜ。知ってる、悔しいけど。なぜ俺様ほどの偉大なスケルトンが人気者になるのにこんな苦労をしないといけないのか。パピルス、たまには肩の力抜けよ。それが本当の骨休めなんてね。うわ、もういい。俺様は自分のパズルの管理で忙しいんだ。まったく兄ちゃんは本当に俺の髄まで怠け者だな。にゃはははは、なるほどな。ちょっとほはあ、何しに来て、一回もう出てきていいぜ。一回ちょっとランプ探せみたいに言ってたけど、早く行かないとパピルスが戻ってくるぜ。俺のオイラのキリキリのダジャレが再び炸裂するぜ。警備の詰め所のようだ。なぜかケチャップとマスタードとピクルスが置いてある。なあ、ちょっと一つ頼んでもいいか。ここ最近パピルスはずっと落ち込んでる。あいつの夢は人間に会うことだから、あんた会ってやってくれよ。大丈夫、パピルスは実はそんなに危険なやつじゃない。頑張って強そうなふりをしてるだけだ。だから一つよろしく頼むぜ。オイラはこの先で待ってる。セーブ。いや、ここで一回セーブして、また次回やっていきたいと思いますよ。アンダーテールその1でした。レベル5になってる。あれ、そういうことか。さっき、お母さんを倒したから、お母さんを倒したってのが嫌やな。レベル5になってんや。そんな感じかな。ということで、あ、宝箱あるから、宝箱だけ開けようかな。異次元ボックスですか？はい。あ、入れれるんや。何これ、棒切れ入れとくか。あ、違う違う違う。丈夫な手袋。丈夫な手袋で見つけとく。何これ。丈夫な手袋は、武器5、ピンク色に吸い切れた5本指。これ強いんじゃん、こっちの。丈夫な手袋で、ユーズで。で、アイテム、おもちゃのナイフ5とかじゃなかったっけ。ね、オッケー。じゃあこれをまあ入れ替えて、異次元ボックス。あ、これでじゃあ、で、あ、戦うんだ。お笑い蝶がパタパタと飛んできた。お笑い蝶。お
笑い帳ってことは笑うか。笑い帳が面白いことを言う前に笑った。何もおもろいこと言うてへんで。めちゃめちゃ関西弁やん。お笑い帳は自分の名前がダジャレなことに気づいてパニックってる。はあ、何それ。ネタを披露しようか。氷ネタの寒いダジャレを言った。それおもろいと思ってますの。お笑い帳は自分のことを寒いネタにニヤニヤしてやじる。お笑い帳におもんないで告げた。センスも頭を腐っとりますの。え、どういうこと。小原一は自分の名前がダジャレのことでパニックっている。え、どういうこと。濡れた枕の匂いがする。小原一は分析。小原一はアタック12。観客ネタを聞かせるべく戦う。ニッチもサッチも行きまへんねん。はあ、小原一は自分の寒いネタにニヤニヤしている。笑ってほしいってこと。笑おうか。聞いて笑った。おもろいやろ。親父に見たか。倒したくなってきたけどな。笑えて自分のクールの状態に満足げだ。あ、逃がせるわ。オッケーオッケー。笑かしとけば勝てるっていう。笑っとけば勝てるっていう。こんな感じでございました。ということで、いいね。ずこちょけも最高者、岩の周平でした。アンダーテイル、ソロ1。これ世界やっていきたいと思います。愛してるよ。